のトントントンコブラハウスです。今日はちょっとスタンドバイミードラえもんじゃなくて、なんていうのか、スタンドじゃなくてポジションが違う。そう、スタンドバイミードラえもん。今日は僕の私利私欲企画と言っても過言ではない、熊谷蓮をキュンキュンさせろです。どういうことどういうこと、分かんないか。じゃあグッとパーで分かれてもらって、うん、2-2になるじゃん、うん、2つねテーマを僕が出すから、うん、それに沿った胸キュンをやってほしいの、シチュエーションを。あー、そうなるほどね。で、学校放課後みたいなテーマで、じゃあこの2人が大切だったらこうやって、あー、こっちの方がキュンキュンしたってところに、そういうことね。そう、票を入れてくから。じゃあこんな役割みたいな。はい、可愛いみんなを代表して、超可愛い僕がダンスやらせてもらいます。みんな自信はある？勝ったチームは何かくれるの？レンの宙があるとか。まあみんなが欲しいなら罰ゲームで抜けたチーム。罰ゲームだけは悪口だよね。頑張ろう、頑張る。とりあえずチーム分け。じゃあそうだね、グッパじゃあ、はい、せーの、グッドパーで分かりましょう、分かりましょう。わかりました。楽しみ。じゃあ行きまーす。さあさあ、ミニ1時ゴーゴー。ついていけない。はーい。ヤッホー。あ、ヤッホー。お疲れ。お邪魔しまーす。初めてじゃない？めっちゃ初めて。でも綺麗、意外と綺麗だね。本当に？うん。今日初めてだもんね。緊張してる？え、ちょっとね。え？うん。初めてじゃない？なんかこういう部屋で会うの。そうだね、いつもさ、あの、外だったからね。うん、なんでそんないつもより口数少ないなん、いや、なんもないけど。なんもない？うん。なに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 ？え、すごいじゃん。していい？え、なにかな？こんにちはねえ。終わりですか？終わりです。はい。ずるいよね、ひよったな。やると思ったけどひよったな、お前。まずい。お邪魔します。あ、どうぞどうぞ。ごめんね、急に。え、全然いいよ。課題終わんなくてさ。ね、やっぱテスト来たんだからね。やばいよな。ないよね。部活集中しすぎた。うん、頑張ろう頑張ろう。やるわ、とりあえず。あ、なんか意外と女の子らしい部屋だね。意外とってなんだよ。じゃあお前男子に結構よく怒ってんじゃん。まあね、掃除の時間とか。だって掃除しないんだもん、みんな。いや、あれはしょうがない。お前ガミガミ言いすぎなんだよ。ごめん。でもなんか安心した。あんまり男入れてなさそうな部屋だからさ。入れないよ、そんな。入れる人いないもん。ならいいけど。あ、この問題わかんないんだけど。ん？あ、これはこうして二乗したら三乗するんだよ。あー、オッケーオッケー。そうそうそう、ありがとう。ここの授業寝てたわ。寝るなって。部活に集中しすぎてんだって。ほら、もうすぐ甲子園だからさ。ああ、甲子園応援しに来てくれるの？あ、応援行こっか。待ってるよ、うん、楽しみにしてる。吹奏楽部だったからさ、楽器持っていくね。あ、楽しみにしてる。っていうかさ、俺ら付き合って3ヶ月目じゃん。うん。そろそろキスくらいしてもよくない？え、すごいね、うまいね。やっぱ学生だから、うん、俺ら二人は、うん、学生をちょっと強めに出してみた。いやー、野球部だったらびっくりしたわ。こんなにもさもこだ。はいはいはい、じゃあ評価は。え、評価じゃあ、まあ、一気にケガってするけど言うわ。オッケーオッケー。二人お待ちください。はい、ということでまず1回戦目が終わりました。緊張したね。ね、やばい。今まで結構こういう系の企画やってきたじゃん。うん、だからそういう時なんかカメラ相手だったけど、今回恋愛相手だからいつまで緊張しないかなと思ったの。ダメだった。うわ、なんか気まずかった。はい、じゃあ結果発表でーす。はーい。勝者は
ポイントが、これはだってポイントがあって、琥珀の場合は演技うまかったのもあるけど、ナチュラルで学生の恋愛ってこんな感じなのかなって思ったのと、後期はすぐ襲うからそれはどうかなって思ったけど、いらっしゃいませしてからここまで手つないでくんの、そこにキュンキュンポイントということで、でも、ウイルスターだったんですよ。そう、俺はその、まだキスもそうだね、ウイルスターを出したから、逆にそれが裏目に出ちゃったってことだよね。そうだね、もっと伝わってほしい。そう、もうちょっと動画でも伝わりやすい研究を。で、後半やばい、どうしようプレッシャーすごいんだけど。うわー、そうだね、でもさ、本当に講義ネタに走ったの、こいつ。うん、でもネタに走ったけど最後結局ね、うわほら、うわーできてるんだよね、ちゃんと評価してしっかりやらせてもらいますよ。じゃあ、サオさん2211あ、見て、打ち上がったよ。ほんとだ、めっちゃ綺麗。でっかい。でっかいね。でっかいね。すごい。なんかほら、変なさ、変なとか言っちゃったけどさ、マークみたいな。ほんとだ、鼻の柄。あれ、鼻なんだ。あ、すごい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 。ふわ、めっちゃフルコンボだよ。フルコンボだぞ。なんかさ、こうやってさ、うん、なんかコロナとかあったからさ、うん、行けなかったじゃん、なかなか。そうだね。そう、だからね、ずっとね行きたいって思ってたんだよね。ね、よかったね、家から見れて。そう、だからやっぱさ、人多いね、やっぱりね。だから結構このお家で見れるのめっちゃいいと思う。ラッキーだね。ラッキーラッキー。でも本当はね、なんか浴衣を着てね、うん、一緒に行きたかったの。あ、そうだね、やっぱ夏祭りはそっちの方がいいよね。そう、だし、なんか俺屋台とか好きだから、うん、こう一緒に屋台行って、うん、なんってしてあげたかった。そうなんだ。そう、だから来年は一緒に浴衣着て、うんうん、花火行こう。そうだ、行こうね。約束で。うん、約束。はい、嘘ついたら、うん、ボーンってするから。分かった。嘘だよ、ごめんね。バイバイ。終わり？負けた。バイバイ。負けたこれ。来年も一緒にまた見ようね。そうだね。なんか無理よりですね、終わらすこと。まあまあ。まあまあ。好評は最後なので。はい。気まずく。ああ、終わった。気まずくなっちゃう。ちょっと勝てるぞ。ちょっと気まずいな、どうしよう。あ、花火終わった。え、めっちゃ綺麗だね。めっちゃ待った。え、てかさ、結構さ、うん、寒くなってきたよね、夏だけど。なんかそう、夜だからかな。夜だからじゃない？うん。え、花火見ないの？花火見てるよ、ほら。見てえ、見ないよ、花火。うん、見たくない。うん、なんで？え、ダメなの？いや、いいと思う。いいくはないけど。え、なになに？気まず。なに？そうね、あれやりたい。あの肩コンみたいなのやりたい。肩コン？うん、肩コンって来てほしい。あー、自分が？うん、来て。え、かわいいの。ねえ、見て。なに？見て。あ、見てる。見てる？うん。見てる？うん。待って、押さえてんの？後ろ回りたい。あー、どういうこと？いや、こっち向いていい？なんでこっち向くの？花火向こうじゃん。いいじゃん、いいじゃん。はい、はい。あ、いい。じゃあさ、花火が、うん、じゃあ大きい花火が一回上がったら、うん、あの強い牛にしよう。え、なんで？そうだね、そうしよう。え、だから一回上がったことに強い牛して。あ、オッケー。いい？え、うん、分かった。うん、してね、はい、はい、足こっち。え、いいよ、乗って。いいじゃん。はい、上がった、上がった、上がった。どういうこと？分かんない、分かんない、分かんない。上げてよ。上がった、上がった、上がった、上がった。すごいね、かわいいね、綺麗だね。恥ずかしいの？うん、全然大丈夫。そういうところもう大好きだよ。ありがとう。カット。なんか気まずい、気まずい。なんか負けたわ。ねえ、負けないよ。全部終わりました。はい、すごい勝ったね。どうだった？勝った。お、自信はあるの？お、自
信は？なんかあんま自信ないんですけど。絶対嘘じゃん。手いっぱい頑張ったから気持ち届いていいかなって思う。あー、はい。はい、じゃあ目閉じてください。優勝とゆうしくんです。イエイイエイイエイ。やったー。なんかカイトはまだ慣れてない感があった。そう、それは思った。いや、慣れてない。ちょっと待って。なんかカイトは慣れてない感がすごい。ちょっとカイトはってやめた。慣れてない。慣れてないよ。え、でもさ、カイトはちょっとなんか情緒不安定なのかなみたいな。変わんなかった、正直。か、一緒に次は浴衣着ていこうねみたいなあったじゃん。答えというか、でもなんかいつも通りじゃない。ね、コンビニ行こうのノリだったよね。ほんとカイト、いつも。そう、だから今日はしなかったけど、面白かったよ。面白かった。うん、面白い。面白さ第一位。やだ。評価して、評価して。あ、評価は、なんかすごいでしたよ。すごいですね。そうかな。はい、でもなんか俺は自信なかったポイントは、なんか電話多分責められたいから、なんか俺は結構あの言ったことをしてほしい。あー。あー。え？してって言ってしてほしい。あー。経験ないです。ドラマ、ドラマの見過ぎだから。らしいですよ。でも楽しかったです。それ言えばいいと思うんだ。ってことは、優勝はこっちのチームのゆきこっちやでー。ナイト。負けた。余裕だったね。余裕だね、これは。なんか、やっぱレンのお手本見たくないんで、確かに、見たいかもしれない。それだけ偉そうに採点されたってことは、さぞかし人をキュンとさせられるんだろう。仕方ないな。おお。テーマちょうだいじゃん。テーマ、うん、一言で。じゃあ、テーマは女の子として、男性の視聴者もいるじゃん。え、そういうこと。テーマじゃあ、代わりにもう、男性の視聴者をキュンとさせろって。あー、話が変わってくるね。任せな。普通に部屋で二人きりとかに。部屋で二人きり。はい、まあ、一言で言う。一言、一言ね。じゃあ、レンの胸キュンまで、ささーん、にぃー、いちきー、いかほー。ねえ、お風呂にする？ご飯にする？それとも、あたい？ネタに走ったな。